明日の夜には帰ってこれると思う。うん、気をつけて。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。どうしたの、直くん。いや、なんでもない。しっかりしてよ。来年には父親になってるんだから。分かってるって。長い間お勤めご苦労様でした。とりあえず最後に一言どうぞ。おいおいおい、黙ってないで何かあるだろう、言えよ。本当に覚えてないんだ。すまない、許してくれ。ごめん、すまない、悪かった、許してくれ。ありがちだな。謝って済むならヒーローはいらねえんだよ。おお、久しぶり、元気だった？そんなヒーローいねえよ。な、間違いないだろう。ああ、まさか本当にいるとは。直人が言ったんじゃねえか。だけど、大昔だぜ。目には目を、歯には歯をだろ、よく言ってたじゃねえか。よくそんなこと覚えてんな。ああ、ごめん、ちょっと先にやっちゃった。おい、死ぬ前に一言考えとけよ。はい。ああ。では、お好き。なんで、あゆみを殺したんだ。本当に、悪いと思っています。すみませんでした。なんでって聞いてるんだろう。覚えてないんです。なんだか本当っぽいよ。やめる。え、あゆみのことを思い出させてから殺す。迷ってるだろう。だって15年前だぜ。じゃあ何で来たんだよ。なんだよそれ。いつきが呼んだんだろ。来ないこともできただろ。いろいろあんだよ。いつきこそよく捕まえようと思ったな。ヒーローとして当然のことをしただけだよ。お前がヒーローだったら子供は憧れないだろ。現実は厳しいってことを子供の頃から教えてやらないとな。まあ俺のヒーローはプロ野球選手だったんだけどな。月の球はすげえ遅かったけどな。現実は厳しかったな。確かに懐かしいな。
ここで歩美はお前に殺されたんだ。すみません。ここでナイフで12箇所も刺されて死んだ。ここで歩美は直人悪い、ちょっと用事を思い出したから行ってくるわ。どうすればいいんだよ。自分のことだろ、自分で考えろよ。すぐ戻るからさ、頑張って。おい、叫んだら殺す、動いたら殺す。誰に頼まれた？ちゃんと喋れよ。手が。女に頼まれた。あいつの女だ。もうすぐ結婚するらしくて、身辺調査を頼まれたんだ。女どこまで知ってんだ？どこまで？あいつの元カノが殺されたの知ってんのかよって。まだ言ってない。痛むのか？すみません。お前さ、死にたくなんないの？もう人生終わってんじゃん。人と話がしたいです。は？好きなものを好きな時に食べたいです。バカじゃねえの？こんにちは。
帰れよ。はい。15年か。何考えてた？どうして、あゆみさんを殺してしまったのかと。覚えてないのに。長い間刑務所にいると自分が罪を犯したと認めてしまうもんなんです。なんだよそれ。それじゃお前が殺してないみたいだろ。だから事実は受け入れました、あゆみさんと遺族に対して。申し訳ない。毎日そればかり考えていました。人を殺しても考えるだけで許されるのか。なんか間違ってるよな。じゃあ私を殺すのが正解ですか。わかんねえからお前が生きてんだろ。昔なんだよ、あゆみのことは好きだったけど。だって1ヶ月で振られたんだよ。彼氏でもできたんじゃない。その後お前に殺されたんだ。つまり生かすか殺すか、それが問題なんです。もし殺さなかった時のことを考えてみてください。恐ろしくて夜も眠れませんよ。ナー君はあゆみさんのことをまだ忘れられないのですか。俺のことなんか言ってなかった？言ってねえよな。結局俺はあゆみのこと何も知らねえんだよ。殺されるとき歩みは俺のことなんて1ミリも思い出さなかったよ。おはよう。殺した？まだだよ。
どうした？いろいろあるんだよ。お葬式に行ってきたんだ。ムカつく親父のね。いつきも人の子なんだ。ひどい割れようだな。まあどうやら人間ってのは忘れる生き物らしい。久しぶりに見たら誰だか分かんなかったよ。なんだよそれ。悲しかった？生き物にはそれぞれ寿命があるから、死ぬってのは悲しいことじゃなくてごく自然なことなんだよ、直人くん。先生かよ。じゃあ先生、殺されるのは自然じゃないと思うんですが、どうなんでしょう。運命だ。人間ってのは自分の脳みそで理解できなくなるとめんどくさくなっちゃって、それを運命って言っちゃうんだよ、直人くん。なんだよそれ。簡単だよ直人くん。殺すことも運命、殺されることも運命。先生とは一生分かり合えないな。もしかして可愛い生徒が悪人を殺すことに罪悪感で悩んでいるなら、先生が殺してあげよっか。冗談だよ。仕事じゃなきゃ殺さねえ。仕事だったら殺すんだ。1000万な。バカかよ。ぶっ殺してんだろ。うるせえよ。分かってるよ。黙ってるなら野球しようぜ。振れよクソ野郎。バッター振らなきゃ当たんねえぞ。振れよクソ野郎。ホームラン打っても殺されねえよ多分。野球やったことないんですよね。あ。顔が見えるから殺しにくいんだよ。ほら、極悪人。確かに救いようのない顔だ。ちょっと待って。最後の一言。すみませんでした。あゆみさんを殺して すいませんでした。他は？初めて野球をやって楽しかったです。やればできるじゃん。
っ、うわっ、死ぬまで二度と笑うんじゃねえぞ。もういいや。まあ直人がいいっていうのはいいけどさ。昼だけど、なんか直くんに届いてたよ。あちらをご覧ください。1000万円獲得のチャンスがやってまいりました。目には目を、歯には歯をっていうのはあくまで立場が平等の時に適用されるんだぜ。相手が悪者の場合は倍返しだ。ほら逃げろよ。悪者ってのは最後に死ぬもんなんだぜ。一世一代の最後の言葉を聞いてやろう。ほら言えよ。どうか許してください。罪は罪だったじゃないですか。
どうする、ナオ君。罪は償ったって。だよな、ありがちだよな。お前が死ぬのは運命なんだよ。何だったの？いや、何でもない。あ、うまそうじゃん。いつもと一緒よ、変なの。じゃあ、いただきます。いただきます。